リボルビングレッドボーン。はい、こちらにね今から行ってみたいと思います。ガウシュカシュンチャンサンティンっていうのがね、あのこちらにあるカオシェン市の高尾の小湊にあります、回転レストランです。公毛港咸粥。はい。あとスイーツ。なんかすでにできてるあのプディングみたいですね。はい。これは小豆プディングかな。はい。あと飲み物がトウガンレモンティーでかーい。ポンチが来ないんです。先にスイーツ食べちゃうかな。プディング。自分で開けて、なんかできてるんですけど、作ってるのかしら。はい、作ってるんですよね。手作り感がありますね。なんかこう、黒蜜かな？ちょっとソースをかけまーす。
が入った感じ。私エビが大好きなんで、エビが、はい、なんかエビとかフィッシュボールとかちょっと牛肉編みたいなのも入ってて、まあ五目おかゆコンジーって感じです。こちらがね、あの120元なんで、700円ぐらいかな。600円ぐらいですかね。うん、なんか美味しいです。元気でそうな味。はい、また恒例なんですけども、さっきね動き出したんですよ。はい、びっくりした。もう止まってんのかと思ったら、営業して30分後に回り始めました。はい、ゆっくりですけど、ゆっくりでもない、まあまあ早いですね。これ確かね、1周90分って聞いてますけれども、こんな感じで回ってます。こちらもね、やはり泥棒回りですね。私が乗ってる方が、時計回りと反対に回転してます。ごちそうさまでした。もうすっかりだんだん、今ちょうどね、夕日が、夕暮れがね、ドーンな、ドーンじゃないですね、落ちてきて、サンセットモーメントな感じですけども、はい、そろそろ私も帰らなきゃいけないんで、おいとましたいしてみたいと思います。ではごちそうさまでした。誰もいない、はい、今出口なんです。はい、ここから出ますね。はい、出ました。これ広いんですよね、本当にね。すごい大円形で、もう真ん中に公園みたいになってるっていうね、不思議なデザインなんですけども、本当に大きめのはい、レストボンでした。はい、一番低層のね、今まで来た中でも一番低い2階にあるっていうね、なかなか渋い、回転レストランでした。はい、はい、下まだね、厨房ですね。そしてこの端にいけすがあって、はい、どうもごちそうさまでした。あー、外は気持ちいいわ。ちょうどね、サンセットで、なんかこういうの見るのみんな好きみたいですね。ロマンチックですよね。はい、こんな感じです。やっぱりこのタンカーとコンテナ、やっぱりカオシェンが貿易港だっていうのがよくわかりますよね。この辺もなんか本木感があって、とても私にとっても親近感が湧く。エルナの回転レストランリポート、台湾スペシャルでした。はい、台北で2カ所、そして台中で1カ所、そしてここのね、カオシェン、タカオで4カ所目を回ってきました。ほんとね、楽しかったですね。いやー、台湾にもし来ることがあったら、グルメとかも もちろんいいんですけども、温泉とかねもいいんですけども、たまには回転レストランに行ってみるのもいいかもしれませんよ。はい、ということで、今回の回転レストランリポートは、カオシェンの小湊にあります、はい、こちらのベニモ、文化圏にある回転レストランから
お届けしました。いいなと思った方はサムズアップ、いいねお願いします。そしてチャンネル登録もサブスクライブスプリーズ。それでは次のビデオでまたお会いしましょう。 See you in the next video. Enjoy yourself. Au revoir.